ラム1500ダブルキャブラムトラックスは、い、米の自動車メーカー、ステランティス NV の商用車部門である。ラムトラックスは、ダッチの看板車種である、ピックアップトラックのラムがダッチから分離して、単独ブランドとなる形で2009年に発足した。クライスラーによれば、ラムブランドは、イメージやファッションで購入する、カジュアルユーザーよりもむしろ本来のトラックの顧客に、 注力する方針であるとしている。2010年モデルイヤーからダジは乗用車専門のラインナップとなり、クライスラーが製造するライトトラック及びヘビーデューティートラックはラムブランドの下で販売されることになった。また、2008年に販売が終了したダイムラー参加時代のスプリンターの穴を埋めるべく、商用版のフィアットデューカートをラムプロマスターとして販売する計画も立てられた。 トラックの販売目標は初年度の28万台から2014年に41万5000台まで拡大するとされた。ラムディビジョンマイ CEO のフレッド・ディアスは、ラムブランドでセミトレーラートラックの分野に参入する目論みや、フィアットが保有するイベコと既存のダッチのディーラー網がその助けになり得ることを語っている。2012年11月28日、ラムトラックスは商用トラック部門、 ラムコマーシャルの発足を発表した。全モデルにトレーズマンというグレードが設定され、ラムコマーシャルは商用ユーザー専門のディーラーも、ラムビジネスリンクと一体となって、販売やサービスの提供を行う。2013年4月、ディアスはラムを去り、米国日産のセールスマーケティング担当 VP となった。公認として、リードビッグランドがラムの CEO に就任した。 ラムブランドのロゴは以前はダッチで使用されていたラムの頭を模したロゴを引き継いでいる。ありがとうございます。